プフォルゼンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、韓国のオストアルゴイ軍に属す、町村でプフォルゼン行政共同体の本部所在地である。プフォルゼンは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。ライナウ集落には、市東海修道院がある。ルーン文字で書かれたプフォルゼンのバックルの名文の写し1992年に、 丘陵母製銅期時代の埋葬品が発掘された。出土品はアルゴイ地方では類例のない形状であり、学問上高い価値のあるものであった。プフォルゼン近郊にある6世紀後半のアレマン人の墓からは銀のバックルが見つかっている。その名文はニシュゲルマン語で書かれた現存する最古の党員文である。プフォルゼンはイルゼ帝国修道院に属した。 1803年の帝国代表者会議主要、決議以後この町はバイエルンに属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例により現在の自治体が成立した。バイエルン王立、ルートビヒ南北鉄道のカウフボイレン、アウクスブルク間が1847年9月1日に開通し、プフォルツェンは鉄道で結ばれた。当時のプフォルツェン駅は、 現在のチェラーベルクにあったが廃止されている。プフォルセンの名前はアルゴイエの門を意味する。蝶々はヘルベルトホーファーである。ズンガラ、銀字と青字に上下に分割。上部は二重のナイトで、その足には矢を踏んでいる。下部は歩く金の鹿。紋章の内容とその意味。二重のナイトはプフォルセン家の紋章から取られた。 プホルツェン家は12世紀にはすでにその名が記録され、14世紀にこの家が断絶した後にその書領が、イルゼ修道院のものとなった。プホルツェンに合併した、インゲンリートと、そのゼバスティアン礼拝堂は、聖ゼバスティアンのアトリビュートである矢で表現されている。下部は12世紀に名前が挙げられているライナーアー家という別の貴族家を表している。この貴族家は、 町域内のラインナウを本拠地とし、その紋章は、歩く鹿であった。ありがとうございます。